西尾線は愛知県安城市の新安城駅から愛知県西尾市の平吉田駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線。現在の西尾線は、壁機械電気鉄道が開通させた区間と西尾鉄道が開通させた区間からなり、元々の追い立ちは全く別である。1944年以前は西尾鉄道が開通させた愛知県岡崎市の岡崎新駅から西尾駅を経て、 三河吉田駅までの区間を西尾線と称していた。本校ではその旧西尾線を含めて解説する。壁区第大地に位置する安城市と西尾市を結んでいる。また、名古屋本線と蒲郡線を結ぶ路線でもある。南安城駅、桜井駅、西尾口駅、西尾駅間をそれぞれ中心とした一部区間は高架線となっている。運賃計算区分は B。 マナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが仙内各駅で利用可能。鉄道溶欄による起点は新安城駅だが列車運行及び旅客案内列車番号の設定においては平吉田駅から新安城駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。西尾駅平吉田駅間及び鎌郡線は換算区間となっている。 2008年3月に、名鉄は、西尾線、蒲氷線の西尾蒲氷間の利用活性化策を2008年末までに、沿線の西尾市、吉良町、は津町、蒲氷市に対して示すように求めた。詳細は、名鉄蒲氷線存続問題を参照。2008年の南桜井駅開業後は、西尾駅北を中心に利用客が増加している。 西尾線、西尾線データは各区間の廃止時点のもの。西尾線では新安城駅、西尾駅、平吉田駅間の全線が東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。戦術した通り、現在の西尾線は新安城、西尾間は、壁回電気鉄道、 西尾平吉田間は、西尾鉄道がそれぞれ付設した路線から成り立っている。西尾鉄道は、岡崎新西尾港前間と、西尾吉田交換の路線を開通させた、期間 762mm の、軽便鉄道であった。東海道本線の岡崎駅と、西三河南部の西尾、平坂、吉田といった町を結ぶべく、1916年までに、 これらの路線を全通させた。一方、壁ッキ電気鉄道は、名古屋鉄道の前身である、愛知電気鉄道の冒険会社として発足し、親会社のアイデン同様1 5 0 0ト電化で開業した。1926年に、愛知電気鉄道が、西尾鉄道を、九州合併し、岡崎新西尾吉田交換を、西尾線とした後、壁ッキ電気鉄道と直通させるために、 ミリ6 7 m m 期間への改め機と 600V 電化を行い、壁機械電気鉄道も高速運転の方針を捨てて、600V への高圧を行った。1935年に愛知電気鉄道と明記鉄道が合併して名古屋鉄道となり、1944年に名古屋鉄道が壁機械電気鉄道を九州合併して今村西尾・嫌良吉田館が、 壁キ線と解消し、1948年に、再び、西洋線へと解消した。なお、壁キ海電気鉄道を、九州合併する前の1943年に、旧、西洋線の岡崎新西洋館が、戦時普及不要路線として休止された。このうち岡崎駅前福岡長官は1951年に、福岡線として再開したものの、 直通運転していた岡崎市内線と共に1962年に廃止された。戦時中の機場転用については以下のように複数の説がある。名鉄では駅集中管理システム及びストアードフェアシステム導入のための駅、施設整備費用の軽減を考慮し、一日あたりの乗降客数が300人以下の駅を廃止対象とするため、2006年7月5日に、 鎌谷駅と三河小木原駅の同年12月16日廃止を中部入局に申請10月3日に認可されて予定通り廃止された。しかし同じ乗降客数が300人以下である西小口駅は市街地に位置するということで除外されたほか当初廃止対象だった壁回堀内駅は自動改札機などの営業用施設費と維持費を除く 鉄道施設費用と関連事務費を安城市が負担すること、今後の具体的な駅の利用促進策を示すことなどで名鉄側と合意し、廃止が回避されている。上記の駅廃止後、まず2007年10月4日に西尾駅でシステムの供用を開始、11月14日には北安城駅西尾口駅間の各駅に拡大された。そして2008年6月29日には、 西尾線全線で利用可能となった。西尾鉄道、愛電西尾線、名鉄西尾線壁回電気鉄道、名鉄西尾線枚津駅に進入する、平吉大気急行区間短縮前の西館11。現在の運転区間は、蒲氷線内のみとなっている。西尾線では、特急、急行、普通が運転されている。種別に関わらずすべての列車が先着する。 特急は朝の285列車及び夜間の434列車の計1往復が設定されている。詳しくは名鉄特急を参照。急行は一部を除き名古屋本線、津島線、微細線へ直通する系統で設定され、一部に西尾駅発着があるほかは平吉田駅発着で運転されている。急行の標準所要時分は キラヨシ駅西尾駅間が12分、西尾駅名鉄名古屋駅間が49分となっている。キラヨシ駅の急行は、塚口から余裕自分があまりないため、多客や臨時停車などで遅れることも多く、単線のため対向列車にも影響が出る。ユーラッシュ時でも4両の運転であり、豊明駅と鳴海駅で普通と接続するため、大変混雑する。 普通列車は新安城駅西尾駅間の設定が、基本で平日の夕方と土日の朝は4両での運転となる。朝と夜は、平吉田駅発着となるものもある。昼間帯には、平吉田駅発着の急行が、毎時2本、西尾駅発着の普通が、毎時2本運転され、南安城駅と西尾駅で普通と急行、桜井駅南桜井駅間で普通同士、余熱駅と上、 横須賀駅で急行同士がすれ違う。2008年6月29日改正のダイヤ改正以前までは昼間帯に全車特別車特急と快速急行が毎時各一本、普通が毎時二本設定されていたが、同改正で全車特別車特急が快速急行に変更された。さらに急行を廃止して準急を設定し、 新しく開業した南桜井駅を準急停車駅、福知駅を快速急行、準急停車駅とした、また、西尾線、蒲氷線のワンマン運転区間が、蒲氷線内のみに縮小され、西尾駅嫌い吉田駅間は再び、通マン運転に戻された。2008年12月27日改正で、快速急行が急行、または準急に変更されて消滅し、 急行が6ヶ月ぶりに復活した。朝と夕方以降の快速急行はすべて準急となり、南桜井駅にも停車するようになった。ただし、西洋線内での急行の停車駅は、従来の快速急行と同じで、西洋線を走る種別は、特急、急行準急普通となったものの、ダイヤ改正後も大きな事故や行き先の変更はない。その後、 2019年3月16日改正で南桜井駅が急行停車駅に昇格したことに伴い準急が急行に統合され、西大線内の準急は消滅した。一往復設定されている特急には1200系が使用される。急行には3000系列、6000系列、5000系、9500系、9100系など様々な車両が使われる。 普通は6000系列の運用がほとんどで、平日の夕方には3000系列も使用される。6両編成の特急1往復以外は4両、または2両編成で運行される。これは、特急停車駅の西尾駅、桜井駅、南安城駅、急行停車駅の南桜井駅を除いて、法務庁が4両までしか対応していないためである。新安城駅では、 特急は上下線とも8両対応の3番線に入線する。2008年8月9日には7000系が一部の快速急行に使用され、9年ぶりに入線した。その後も団体列車として、蒲氷線蒲氷駅まで数回入線している。2009年9月20日には2200系が1200系のダイソーとして、西尾駅まで入線した。 西洋線への2200系の入線はこの時が初めてであり、その後も何度か1200系のダイソーとして入線している。2000系も1600系のダイソー、または団体列車として入線したことがある。2020年2月16日には、蒲氷線のイベントで1800系が初入線し、普通運用にもついた。 2200系は西洋線での定期運用を持っていないが、1200系と同様に西洋線内でも自動放送には対応している。全駅愛知県に所在。友人駅は桜井駅、西洋駅の二駅、その他は無人駅である。また、各駅のホーム有効長は新安城駅、南安城駅、桜井駅、南桜井駅と西洋駅が6両分。 その他の駅は4両分である。これにより、西尾平吉田間は、全種別が各駅停車となった。名古屋本線内では新たに、豊明駅に特別停車するようになったほか、下りは神宮前駅スカグチ駅間、上りは名鉄名古屋駅まで準急となる。その後、2011年3月26日改正からは、平日昼間帯のみ、八富駅まで区間延長され、 神宮前駅異性は普通に種別変更している。2008年6月29日改正から西欧線に3000系列が入線するようになったが、以前はすべて6000系列で運行されていた。2008年12月27日改正からは5300系、5700系が4年ぶりに昼間帯の定期運用に入り、新たに1380系、5000系が入線するようになった。 2011年3月26日のダイヤ改正からは1380系の入選がなくなり5300系、5700系の入選は土休日のみになった。ABCD 徳田光一、名古屋鉄道混弱、副市町、パノラマカーの功績交通新聞社、交通新聞社新書、2017年8月、88ページ。 ISBN 978から43億30819174。2008年4月12日付、中日新聞長官の二十面、愛知県内版より、名鉄釜合理線の存続問題再浮上、東日新聞、2014年10月17日閲覧。列車運行に支障がある場合の取扱い、名古屋鉄道、2014年10月16日閲覧。 徳田孝一、名鉄の廃線を歩く JTB、2001年、132ページ。ISBN978 から45億3303万9232。写真アルバム岡崎、西尾の昭和加藤康信、樹林社、2011年、96ページ。ISBN978 から49億273万1439。 白井明、600ボルト時代の名鉄西小釜合理線、鉄道ピクトリアル2008年10月号、P108、名古屋鉄道車市名古屋鉄道、名古屋鉄道、1961年、253から254ページ。A 新 b 零零零 a ャンク四4 ABCDEFGHIJ ケ尾ス介、日本鉄道旅行地図帳7号、新庁舎、2008年。 45ページ。ISBN978 から41億790万258。京弁鉄道停留場設置。官報1912年3月15日。京弁鉄道停車場設置。官報1914年7月23日。京弁鉄道運輸開始。官報1915年2月19日。京弁鉄道運輸開始。 漢方1915年3月20日、ABCDEF 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7号、新庁舎、2008年、44ページ。ISBN978 から41億790万258。ABCDEFGH 日本鉄道、旅行地図帳追加、定補7号、都会鉄道フォーラム 京弁鉄道常設停留場を臨時停留場に変更、官報1915年8月24日、京弁鉄道運輸開始、官報1916年2月18日、京弁鉄道臨時停留場廃止。始、官報1917年9月20日、京弁鉄道停車場名解消、官報1918年7月5日、京弁鉄道常設停留場を 臨時停留場に変更。漢方1918年12月11日。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年988ページ。鉄道免許上下付、漢方1923年5月23日。地方鉄道運輸開始。漢方1926年7月6日。地方鉄道運輸開始。 関方1928年8月24日。地方鉄道運輸開始。関方1928年10月8日。AB 名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。1002ページ。に見守る。三鉄物語。名鉄の廃線を歩く徳田孝一。JTB。2001年。161ページ。 ISBN 978から45億3 3百3万9232名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1014ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1016ページに見守る三鉄物語 名鉄の配線を歩く徳田光一、JTB、2001年、162ページ。ISBN 978から45億3 3 3万9232。徳田光一、1992年11月名古屋、鉄道博士台や改正運転と車両の動向、鉄道ピクトリアル第571巻、電気車研究会。 1992年11月105ページ4月6日からダイヤ改正心臓車用33両を投入し輸送サービスを工場三河線、微細線、寄付線区など支線区強化を中心に名古屋鉄道2014年10月19日閲覧福田英二、輸送と運転近年の動向鉄道ピクトリアル第771巻電気車研究会 2006年1月28ページ。平成17年1月29日にダイヤ改正を実施。名古屋鉄道2014年10月17日閲覧。西尾線及び蒲氷線の一部でサイクルトレインを試験的に実施。3月1日から5月31日の間、列車に自転車を持ち込むことが可能になります。名古屋鉄道。 2014年10月17日閲覧。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年、255ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB 西尾先進駅の駅名と、壁海桜井駅及び壁海堀内駅の、駅名変更について、名古屋鉄道。 2014年10月17日閲覧。AB ダイヤ改正を6月29日に実施。西尾、津島線の全列車が乗車券のみでご利用いただけるようになります。名古屋鉄道、2014年10月17日閲覧。7000系パノラマカーで名称列車の復活運転を実施します。名古屋鉄道、2014年10月17日閲覧。AB、 3月16日に一部ダイヤ改正を実施します。名古屋鉄道2019年3月18日閲覧。名鉄時刻表ボリューム26名古屋鉄道2011年57ページ253ページ。名鉄時刻表ボリューム26名古屋鉄道2011年61ページ257ページ。ありがとうございます。